はい、皆さんこんばんは。さあ、本日も Steam にありましたこちらのゲーム Can't revert 元に戻せないというゲームをやっていきたいと思います。なんか精神疾患を患った主人公のお話、ループ系ホラーみたいですね。早速やっていきましょう。新しいゲームです。なんか重たい、随分武骨な、開きそうで開かない扉。どこが我のお家なんですか？自分の家が分かんなくて端から開けて回るとか恐怖でしかないね。住民からしたら、おお、あまりにも長い廊下、すごい高級マンションじゃないですかこれ。こんなクソ長い廊下なんて。あかん、自分の家なのに開かない。まあ、ループ系ホラーということなんで PTK ってことですね。もう最近はその一つヒットした作品の何系何系っていうのが言われるようになりまして、これはいわゆる PT ですね。同じとこをループしながら物語が進んでいく系のホラーらしいです。オルゴール、蝶が回ってるのかこれ。なんか聞いたんですけど、その海外どこだったっけな、海外の家はこういう石の古い家を大事にこう住んで、なかなか取り壊しちゃいけないとかいろいろルールがあるみたいですね。あ、だからみんな古い家に住んでるんだよね。あ、いる。今回もそうか、また女の人、奥さんか彼女かが、亡くなってしまった人の話なのかなっていう。なるほど、これでループしながらお話が進んでいく感じですね。まあ、日本語にも対応してるってことなので、ストーリーも分かりやすいのかもしれないですね。そうだから古い家をね、修繕しながら住まなきゃいけないらしいですね。日本みたいに建て替えたりとかはできないみたい。特に石造りだしね。まあ日本はな、地震も多いせいもあってか、全部木のお家だからね、全部ほとんど。何やらメモが。必ずお薬を飲んでくださいね。これは何のメモだろうか。おー、ファズモで見たやつ、ごくり。はい、はい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 。911, what's your emergency? え、警察呼んでる。警察呼んだ。薬、多分あれは抗うつ剤とかだよね、精神安定剤で。警察を呼んだ。奥さんが、まだ分かんないね。さらに暗くなった。雨の日、雨の音か。暗っ。これは地下？結構なんで目隠してんだろう。血痕がだいぶ汚れてますね。だいぶ薄い汚れてる。バス、ユニットバスというか。いい。ああ、もしかして奥さん暴れちゃうタイプか。電気つかない。もしかしたら精神病を患って暴れちゃうタイプなのか、あるいは主人公が精神病だから奥さんが RIP。 あ、なんか文字が増えた。ね、主人公がその病気だから奥さんが看病に疲れてしまって狂ってしまったとか、そういうオチかな。ちょっと文字を探すっぽいね。あまりにも暗すぎて見えないからな。あった。 I'm sorryI'm sorry.
惜しいな、サイレンかと思った。謝罪の言葉、これ多分こっちにありそうだな。あった。Don't cry。 叫ばない。スクル、スクル、え、サクレ、まだありそうだな。どこだ、入り口の方かな。これじゃあまだダメなんだろうね。スクリーム、まあ部屋の中で完結してるだろうから。あ、さらに開いた。暗くて見えない。まあここにはあった。あとは、あとはこっち側の壁とか天井とか。あった。 Open the door。 OK、 ドアを開けて。シークレット？シークレットか。秘密。うるさいな。これずっと聞いてなきゃいけない。つくってことは。この感じは寝たきりか？テレビがあったりするから。寝たきり。十字架がある。奥さんか旦那さん、どっちかが寝たきりだったのかな。でもうるせえままだな。特に何もないですね。あ、いった。ん？カチッて言ったな今。今の玄関の音？しまんない。やけにでかいスイッチだね。あ、点滅したってことは先進んでいいのかな。さっきから点滅すると先進めるからね。うん、そういうヒントなのかな。そういうっぽいね。赤い。まあだからこの家の過去にあった出来事を追体験っていうか、この見ながら何がごめんなさい、何があったのか読み解いていく感じですね。ずいぶん血がすごいな。ただでさえ薄汚れてるけど。まだ電話だ。Jonathan, do you know what time it is? Ugh, what is this? Your condition has gotten worse. Are you taking your medication?Taking it. Do you know how worried your family is? How many times have I told you this is dangerous? Don't forget to take your medication.薬、やっぱ精神疾患ってそういうことか。薬を飲めと。薬ないな。開けてくれ、ドアを開けて。開かないね。まだいけないはず。ガチャって。また天気悪くなってきたな。お、ドアが開いてるか。ここ開いてるな。特には何もないかな。あ、ここに薬があった。ごくり。あら、ザザったぞ。あ、終わった。薬を飲まないでみたら、飲むと、まあ当然安定するんだけど、これは何を表してんだろうか。飲まないと今みたいに真っ赤になっちゃって、世界がおかしく見えちゃう。で、テレビがついてる。
ん？なんか今通った？え？儀式し言ってたもんね。でも天井に何もついて、え、ね、両面テープかなんかでついてたのかこれ。危ねえな。危ねえな。天井に何か、あとも、ボルトで止めた後もねえわ。さっき行けと。さすがに両面テープは危ねえよ。うわ、真っ暗。なんで光源があるんだろう。ライト持ってんのかこれ。あれやばくね。あれ突っ込んでくるかも。奥さんか。大丈夫。消えちゃった。出てきそうだな。突然の飛び出しに皆さん注意してください。スマホを投げないようにしっかりスマホをホールドしてください。クマ、クマだった。クマを、あれクマを奥さんだと勘違いしてた。なんで汚れたんだろう。うんうん、またオルゴールが。上も治ってるね。これは何かをするんだな。オルゴール止まった。そう、次に何をしていいかわからないけど、なんとなく進んでいく感じだね。あ、着いた。次行きます。今のところ何一つ分かってないけど、隣に家が開いてる？閉まっちゃった。覗けばよかった。隣に家も、こんにちは。すごい奥に長い家ですね、本当に。うん、閉じ込められた。開きません。こんにちは。奥さんやってる？これ酒か？なんかのメモの切れ端だね。日記かな？絵日記っぽい。これを探すんだな。じゃあ次は。あ、これか、これか。2枚取ったけど、おっと、アイテム欄はないのか。2枚じゃダメなのか。2枚じゃダメなんですか。電気もついてないし、薄暗いし。あった。4枚ぐらいありそうだね、確かにね。全部で4枚ぐらいありそう。それを揃うと何かが起きる。開かない。それとも3枚でいいのか。あった。揃ったんじゃないかな。さっきのところにガ、ん？開いた？こんにちは。お邪魔するよ。クローゼットが開いてる？大丈夫か。あ、日記かな？絵日記っぽいね。なんて書いてんの？あ、翻訳ないのか。ジュイセカンド。I shouldn't have told Grace.Grace, I'm sorry. Grace died because of me. Jonathan, please. Stop. ジョナサンっていうのはさっき電話を受けてた人だよね。グレースが死んだ。ダッド。お父さんか。お父さんがクマを殺したんだ。お父さんがクマを殺した。やっぱお父さんちょっとあれだね。これ主人公が精神疾患でおかしくなってる系か。周りが化け物に見えたりとかしてるってことか。ああ、なんとなくオチが読めたな。自分がどんどん狂ってっちゃってるんだ。で、家族がそれを見て苦しんでんだけど、それ家族が化け物に見えてるか、そっち系のオチか。子供のおもちゃを化け物だと思って壊したのかな。
で、時々出るあの真っ赤な描写とかは薬を飲まないとあんな状態に見えちゃってるってことかな。はいはい、家庭の崩壊を描いたお話だ、多分。薬物中毒。深刻さは自身の子供でさえ気がつくことにできず殺してしまうことがあると言います。あ、言われてる言われてる。薬物依存症とかで中毒で奥さんと子供をやっちまったのか。化け物に見えて雛見沢症候群を発動させて、発病させて、これで悟るのバットで、悟る？サトシ？あ、サトシか。悟るでどうすんだ。サトシのバットでやっちまったってことか。開いたけど、でも何もないような気がするけど。あ、行っていいと。ああ、あーって言って納得して喋ろうと思ったら急に出てきたな。し、お、もうだからこういう世界が見えてるんだな、多分。おそらく精神が病んじゃってると、もう、ぼやけてる、ピントが合ってない。薬物依存でおかしくなっちゃってると。薬を飲んで少し安定すると。こんなに飲んでんだ、だいぶおかしくなってんな。はい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 、そういうことか。もう逆さになってる、天井歩いてる。逆さに見えるならわかるけど、天井はちゃんとドアの位置はこっち側なんだね。すごい、重力に反して開かない。足引っ掛ける確実に足を引っ掛けるためのドア配置。これ危ねえな、これ。はいはいはい、自分かな、これ。ラリっちゃってんのかな。ラリっちゃってるかもしんないね。自分がこっちは正常の向きなんだな。あ、閉じ込められた。ハントが始まる。割ってやったぜ。ああ、終わった。なんだ、クマが馬に乗ってる。クマが馬に乗ってる。あ、終わり。先進んでたね。はい、先進めます。まだおかしい世界は続いてるか。いや、治ったか。あ、あ、あべ、来てる来てる来てる、やべやべやべ。怖い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 、キモいキモいキモい。なんで前から来んの。なんで前から来るんだ。どうなってどうなって、これ鏡かこれ。あ、あ、どこにいんだ俺今いや、なんかこれループしてんのか。だってこれ頭おかしくなるで、これ。あ、なんだよ、これどうなってんだ。よし、理解しよう理解しよう。そこがこっちで、こっちがそっちで、そっちがこっちだから、そっちから来るから、こっちに逃げればいいのか。そっちから来る、永久にここの鏡のループをしてるってことか。こっち行くと当たるのか。戻ったらどうだ。
避けたけど、なんだこれ、どうなってんの、どこに繋がってんのか、もう訳わかんない。これ捕まったらおしまい、もしかして。あ、捕まんなきゃダメ、永久に逃げ続けちゃダメか。捕まってみるか。あ、でも一応逃げられるな。結局ループすんだ。どうなってんの。おい、あー、なるほどね。キッチンから来るのか。で、こっち。で、これ割るのか。はいはいはい、分かった分かった。逃げながらこれ割るのか。理解。理解した。はいはいはい。光ってる鏡を割るのか。あ、あそこだ。台所にどうやって、なんとか行かないとな。台所になんとか行かないと。こっち来い、こっち来い、こっち来い。台所になんとか行けば、ワンちゃん行けんのか。いや、無理だな。台所に、最短で台所に行く方法。キューボ。台所に行くっていうしょ。どうよ、倒した？よし。理解するの大変だったら今ね、鏡を全部割ればいいのか。はい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 、頭おかしくなるぜ。捕まったらやられてたのかな、あれは。鏡を割る、ああ、そっか。ってことは自分が、あ、でもお父さん辞めてしたからお父さんが来るって言うんだよな。はいはいはい。911, what's your emergency? I'd like to order a pizza. Pizza? You called 911. Are you sure you have the right number? Yes. A large pizza. もう狂ってるな、奥さんも。Ma'am, are you in danger? Yes.Is someone holding you captive? Yes, please. Hurry. なるほど。ピザを注文するふりして、警察に電話して答えられないから、あ、そういうのがあるんだね。SOS を警察に通報したんだ。もう旦那さんがやべえから。すごいね。やっぱじゃあ奥さんと子供をやっちまったんだな。警察はトイレ開けっぱなしだから、なんだろうな、一生懸命この次に進展するものを探さなきゃいけないんだけど、なんだろう。子供と奥さんをやった。あ、薬か。はいはいはい。おう、麻薬注射による殺人事件が発生しました。まあそうだよな。被害者は40代女性とその息子であることが確認されました。警察によると、女性は口が裂かれ、頭が潰されており、息子は目が引き裂かれた状態で死亡したも発見されました。現場では麻薬に関連する道具が発見され、犯行に使用されたナイフとバットが確認されました。早いな、クリア。あっという間でしたね。はい、ということで、まあ大体予想通りだったんですね。
その主人公が麻薬中毒者だったんですね。中毒者であって、まあ、日に日にあの家庭が崩壊していくと。で、まあだから奥さんと子供が化け物に見え始めて、最終的にはそれをやっちまったわけですね。まあ、危険を感じた奥さんが警察を呼んだんですけど、まあ時はすでに遅しということで、子供も奥さんもまあ殺しまったという主人公のこの、まあその追体験じゃないけど、を記すためのループものでしたね。悲しい話でした。はい、だから、can't revert。can't revert。元に戻せない。リバートか。ということでございます。もう過去は元に戻せないということですね。はい、というわけで今回はこちら以上にしたいと思います。お疲れ様でした。